二千二十一年四月七日、少しだけ読んでいきます。感情。今日は正記伝を読んでいきます。まずまとめ序伝第四十下のまとめからいきます。聖従が中国に突きしたゴーのは、過去をうが明らかな特化を持って。 秩序立てたからである宗の牧王は拳銃を征伐して武威を示したため幸福が朝廷に連ならなくなった菅の武帝は精神を疲らせながらも遠方を図り企てることに甚だ努めた王子は神馬ともに疲弊して淡々とあえぎつつ大炎に至ってこれを中罰した また獅子と愛らしい皇子を嘘の王に目合わせてようやく使命を通じさせることを得上司の果てに及んだ朝帝・先帝はその偉業を受け継いでここに徒後を立て上域を総督すること36長廷を修法させることを各々その職務とした。 ここに聖域伝第66を述べる。少しだけ語句の解説をします。聖獣息女ここの一番目冒頭ですね。書箇所、右行に聖獣息女え。このじの字がここにある字ではなく、序文の上えーとですね。述べる方の序文の上になっているみたいですね。 即はつくという意味この「序」「余るにまた」とかものですけれどもこれが従うという意味でその「序」はここにある「序文の序」「まだれにあらかじめ」というこの「序」に通ずると次に「拳銃」というのは せいえー、先世宝生蜂章の北にあった万位の国幸福というのは大きから二千ない内二千五百里の地最も遠い家外の,家外の万位それから上司の果てに死んだ上司聖域の国の名前アラビアともイラクの地ともいい定説がない 次に「上閣」を総督する「上閣」というのは西域諸国の多くは土着し上閣を構えて耕作・牧畜し郷土や右村と風俗をことにした、まあ、とにかく上閣っていうのが国っていうことですね。以上でございます。それでは本文入っていきたいと思います。 勘定牧の96正規伝第66条これ上下巻かうん。ちょっと分量がまあそれなりにあるんですかね。ちょっと今の時間はあまり時間が取れないので、まあ、読めるところまで読んできますね。正規はこの正規という。あと、ここに一応目録が出ておりますね。全全国。 諸末国、荘園国、製舌国、重露国、除備国、許録国、雨天国、飛散国、宇徳国、聖夜国、堀国ですかこれい、異端国、えっ、ー、と、耐えるだから違うや。な、なんて読うんだろう、これい。いいですかね、いいですかね。異体国。 ブライ国南突国京浜国安息国下大下諸国公共国大円国、えー、東海国旧ン国遠独国左者国えっ、ー、と書六国伊藤国以上ですねまず序文からいきます正規はまずこの正規という言葉ですが「西域」と読む時もあると思いますまあ仏教読みだったら西域 大東西域とか西域ですね、まあ、ここは私漢音読みで西域と読みたいと思うんですけど中国古代中国の中国人の知識に合った西方地域西方諸国の意味教義にはタリム盆地信、まあ、教ですね新教の南半分講義にはインドイランさらに小アジアなどまでをいう。 世域は後武帝の時初めてこれと交通し元36カ国あったがその後次第に分かれて54カ国となりいずれも郷土の西ウソの南に所在したその南方に大山脈があり大山脈南はコンロン山脈アルチン山脈キレン山脈を言い北は天山山脈を言うえー、と 中央には川があって川タリム川という川ですね東西6,000より南北1,000よりに渡っていた東は漢に接しているが玉門漢と羊漢とで塞がれこの関所は玉門漢は漢縮主泉の西北羊漢は玉門漢の東南西は宗麗で限られていた宗麗というのは山脈で 新教省の西南パミール高原インドアフガン中央アジアの境にあるその南山は東の方金城郡にいで漢の南山まで連なっているその川には源流が2つあって1つは僧霊の山から出ており他は雨天国から出ている雨天国はえっ、ー、とですね雨天国今の新教 これなんて読むんでしょうねまああの漢字のものをそのまま読むと「わらん」とか「からん」とか言うんでしょうかねえっと「かでうう,う,うてん」「うてんですね」とにかくいろいろな字は書きますけれどもまあとりあえずここではこう出てますね「うてん」は南の南山のふもとにありこの「あこの 東南山っていうのが先ほど言ったように長安の南のところですね周南山その川は北流し宗霊の川と合流し東の方保障会に注いでいる保障会っていうのがロブノール今のロブノール新教弱教にある保障会は一名円卓 と言われるるもので玉門館館を去ること300よりこれはちょっと間違いでして1300よりの誤り本書にはもともと千の字があったのかと思うのですがいつか脱落したのでしょうかねその水移は一定していて冬夏にも増減せず水は全て地下に潜行し南の方積石,石山に入れ 積石山、2節あり1つは大積石山、生命の西南、すなわち甘宿、林家の西北諸、箇所右後編に甲羅を積石山より導いて龍門に至るとあるもの他の1節は小積石山、甘宿林家の西北 戻ります中国の黄河となるという玉門館陽館から聖域に出るには領土がある2つの道がある禅禅から禅禅というのは聖域の国の名前で元ローランの地に禅禅と改められたローザーの「少女のミイラ」とか有名ですけどね。 前々から南山の諸山の北に沿い川に沿うて成功してサシャに至るのが南山であり川というのがこの先ほど言ったタリム川でしたっけそれから次の「サシャ」というのも国の名前ですね正規の国の名前信教のサシャ南山は西の方宗隷を越えれば 大下士安息国に出る安息国はパルチア王国の名前ですねイランの北部にあったようです。もと、えー、い「斜視禅王の宮廷より北山に向かい、えー、北山に沿い川に沿って成功してソロクに至るのが北道でありソロク信教のソロク 北道は西の方宋レを越えれば大円皇居・遠彩に出る。大円というのがフェルガの盆地・ガワ中,中流域にある聖域の国の名前次に皇居というのはキルギス高原・カスピ海北方を中心にガワ下流域の国・トルコ族。遠彩というのは大清国の東・ 今のクリミア世紀の,の諸国はおおむね民が土着し城郭と香典家畜があって郷土やウソンと風俗をことにしそれゆえいずれも郷土に服属して薬師されている郷土の政変の日畜をは動木問いを置いて聖域をさめさせ動木問い 人口を貫越することを司る郷土は聖域を無ぼくし,してこの感銘があった「動牧」ってまあ無牧のことですね「縁起紀州、イリの三国の間に上居し諸国に不情し富んで満ちたることを得た衆が衰えてから恵比寿は 慶水や異水の北に雑居した注釈「渓水の北」とは寒宿の渓陽府先生の沿岸府府府州の地方異水の北とは寒宿の京商府平陵府聖泉の品州の地方をいうあそうなのか「秦の始皇帝が重敵を追い払うに及んで長城を築いて中国の境界としたがしかし 西は林までに過ぎなかった林東は官縮の蘭州南官が起こり後部帝に至ると司法の遺敵・征伐をこととし遺徳を広めそして長県が初めて聖域への足跡を開いたその後氷庫将軍が郷土の誘致を右の地を撃破し今夜を求闘を下したためそこはついに無人の地となった。 初めて霊巨剣異性に城を築き霊巨剣は官宿平板の西北また初めて主戦軍を置き後次第に民を移住させてこの地を満たし武威懲役頓高の諸軍を分置して士軍を連ね玉門館・傭兵官をその拠り所とした自主将軍が大炎国を征伐してからのち聖域諸国は古い恐れ その多くが死者を使わし来朝し貢ぎ物を献じたので聖域に使いする官の死者はますますその食分を得るようになったここですが「特色」ってなってますね「特色を得る」まあ食分を得るというふうに訳しましたが所と,と所を売る所を売るかもしれません。 こうして敦煌のに西から円卓に至るまで往々に液体を設けまた臨大距離にはいずれもトンデ兵数百人がおり死者行為を置いて英伝を投領保護しその収穫をもって外国へ使いするものに供給した先帝の時に至り A 芝を遣わし全然異性の数カ国を守らせた。 腰を打ったが腰というのは聖域の国の名前で死者死と先ほどは出てきたんじゃないかなそれから私なんか抜けたような気がするんだけどあここですね死者行為を置いてっていうところですね死者行為とありましたが聖域とんでんの間は皆行為でありこれを えと地通尊して死者の書を加えたのが死者行為である後に徒語と改められた戻ります。戦定の時に至り英芝を使わし前々異性の数カ国を守らせた腰を破ったがまだそれをことごとくは滅ぼすことができずこれをシシ前「社自然王皇后の国と」と 三北の六国に分割した当時漢はただ南道を守るのみでまだ北道をことごとくは合わせられなかったがしかし郷土は自ら安心しなかったその後日畜王が前後に背き州を率いて投降してきたので全全国異性を守る使者定吉がこれを迎えた。 艦に到着した後日光を報じて紀徳公とし吉を安圓公としたその年は新尺2年であったそこでそのまま平吉に平吉じゃない定吉に命じて北道を合わせ守らせよってこれを都合と合唱したいわゆる聖域都合というもので都はこの都と以上全てという意味ですね南北道を相互するという意味都合 当後の起源は、えー、定期に始まったのである倒木問いはそれ以後廃止され強度はますます弱くなり聖域に近づくことができなくなったこの倒木問いっていうのはその聖域、えー、強度の間ですねそこでと田を移し 国書兼に伝行させ「シャシャ」の血を分け「シャシャ」というのはここでシャシャは先ほど出てきた「シャシ」の誤りではないかと。トンデン行為は初めて都語に所属した。都語はウソン皇居など諸外国の動静を特撮し異変があればそれを条文し休んずべき者はこれを休んじ打つべき者はこれを打った。 トゴはウル,イ城ウルイ城というのは新疆臨ンの東古社の東ウルイ城を地所としたがそこは羊羹を去ること2738里で距離の殿管とは相近く土地が肥沃で聖域における中心であったためトゴの地所としたのである。 定の時代また簿記行為を置き簿記行為は完明で原点の諸元元年に置く正規諸国を陳むするが蒸気がない秩父・600席、簿記行為を置き写真前王の都に帝・庭というのは都にとんでんした当時郷土の東宝類王寺力史は1790 余りの州を率いて徒語に投降し徒語は斜視高王の西部を分割しウタンシリの土地としそこにおらせた「先帝」「元帝」「以後」「前は阪身」と称して官に仕え正規諸国も服従しその土地三戦王公・個数」「道理」の「遠近」は詳細「的確であった「洋館を入れて初めの近いものから言えばまず自強国である。 自国王は虚構来王と合した羊羹を去ること1,800里長安を去ること6,300里西南に壁在し帯道に当たっていない帯道というのはここには坑道穴の道坑道となってますがこの坑というのは大大,大きいという意味で南道北道など漢の使者の聖域諸国への通路を言う戻ります 個数450人口70001750将兵が500人いたこの将兵というのは訓練して戦闘に耐える兵西は諸末国と接しており家畜に従うて水草を追い田作せずえーっと 穀物を全然書末に仰いだ山には鉄があって自ら武器を作り武器としては弓矛担当兼鎧があった西北に行けば全全国に至るがその道筋に当たっているという注釈え自教国あれ自教国のとこも入ったんですかねえ自教というのは正教の、まあ、チベット族の正教の 国とは別,別種、えー、一つ、正、えー、教の一種であるが正域の国とは別種でただここには彼女に正教の伝がなくまた聖域の前々に至る道に当たっているため便宜上まずこれを述べたものというというわけで、えー、と序文のところは終わりですちょっと地図を見てみます。 けるかなはいえー、とこれが漢の全土ですね漢の時代の漢政漢の地図ですねその前に先進時代から見てもしょうがないからうんまあいいかこの 寛大の聖域国これ見てみますかねはい寛がこの辺にあってこの辺の話ですね主戦軍があって玉門館羊館ですねこれを越えていくっていう話ですねあ,あいっぱい赤い文字で書いてありますがあまり綺麗な 印刷ではないのであれですけど鮮明ではないですけどまあこの辺の話をしていくという感じですかねうんですね大体まあいいんですかねおそれではこちらの地図をちょっと見てみましょうかね 聖域ですね。出るかな。これは強度ですね。聖域出たね。これはまあまあわかんないですね。こんな風になって、今はこう、まあこの辺、敦煌ですね。石書が玉門館。ここが玉門館ですね。で、こう行くと。 今、自供っていうのを言ったのは、ここに当たるわけですかね。全然って書いてありますね。この辺の話をする全然ああ、ちょっとあの、目録のところがちょっと今出ないので、あれですけども。まあ、ここから全禅国の話に入っていくんですかね。その後にあーローランに、ローランとかはどこでしょう。 書いてあるんでしょうかね前々国の次が初末国ここ初末って書いてありますね それから、荘園国っていうのは出てないけど、静舌国はここ。あ、荘園国ここですね。静舌国があって、十六国。十六下のあたり、重炉。重があって、宇国。宇国はこれですね。それから、許禄がこれ。宇典があって、飛山。 山ここですね。ウト国。ウト。ああ、これですね。ここにありますね。ちょっと動かなくなっちゃいましたね。この地図はなかなか厳しいものが。ウトがあって、それから聖夜国。西の夜ありますね。聖夜国、ここですね。堀国。 彫りありますね。伊タイ国、これ伊タイでいいのか。伊タイ国はどこだろう。ブライ国、ブライありますね。あ、伊タイありますね。彫り伊タイブライ南東国、南東国。 京浜,国まあ、京浜はもうカシミールとかそっちの方ですかよいしょ。もうこの外になっちゃう大,大下子とか外だもんね。京浜国右翼三利国。 南東国ありましたね。下のもう紫のところですね。南東国。京浜国は、こっちのやっぱりこの赤い方ですね。赤っていうか紫っていうか。それから右翼三里国。ちょっともうここからもしかしたら見えないのかもしれないですね。右翼三里。 それから、えっ、ー、と、暗息国。暗息なんかもう乗ってなさそうな気がするんだけど、どうかな。それから、大月子はもうここでしょう。大月子大化。ですね。皇居国。皇居国っていうのはもう、こっちじゃないの これか皇居あったちょっともうここの端っこの方だとねえっ、ー、とどうしたらいいんだろうこの続きはどこに載ってるんだろうここ聖域な,なので強度とかじゃないと思うしね まあこれはとりあえず東漢の方に行っちゃうともう時代がずっと先になっちゃうからこの辺にしときますかねえいいでしょうね大円国とか出てきたしねああと円禄左者とかまだあるのかえっと「ウソンより異性東海国は東海国九順国」なんかどっかに出て なんか見覚えが見た記憶があるんですけど「遠読」「サシャ」「サシャ」とかねこの辺ちょっと出るかなこっちの北の方ですかねそうすると今度ね「シャシ国」とかねこの辺ですね。 正規がここうーんとあとはソロク国伊東国とかはどこかな。 できつつあるので、あ、ソロク、ソロク、ここですね。ソロク。ソロク、それから。あ、サシャもここにありましたね。伊藤王国はどこだろう。ホリ、ホリがいいのか。さっき出たね。あとは。 遠読ありますね。こ,れこの辺りが上巻のところですねあとは下巻のところでは宇ソ国からですね先あるのかなと思いますけどとりあえずただいまの時間ここまでにしましょうかねえそれではまた後ほどありがとうございますごきげんよう。